ガングート級戦艦、ガングート級戦艦、ガングート級戦艦は、ロシア海軍が初めて建造した、特急戦艦の艦級である。同系艦は、ガングート、ペトルパブロフスク、ポルタは、セバストポリの4隻で、すべて1914年に竣工した。ネームシップの艦名のガングートとは、大北方戦争の海上決戦、ハンゲの海戦。 1714年の舞台となった、ハンコ半島のロシアでの故障である。日露戦争において、ロシア海軍は、主力艦のほとんどを喪失している。これを受けて、海軍再建のため、1908年度に、平成ロシア海軍10カ年計画が開始された。この計画により建造された、最初の土器優先艦のクラスである。一般的な資料では、イタリアの造船艦、 ビットリオ・クニベルティの設計による、イタリア戦艦、ダンテ・アリギエーリ、ダンテ・アライジェリーの影響を受けているとよく書かれるが、実際は、テゲトフ級戦艦と同じく、ドイツ式の設計の船である。帝政ロシア海軍は、イギリス・ドイツ・イタリア・アメリカ合衆国に、技術協を求め、1907年に、国内も含め27社51種の設計案を受け取った。 このうち、ドイツのブロームーンとフォス社とイタリアのクニベリティ造船士官の案が有力候補となったが、国内で改めて新設計することに決定した。これがガングート級となったのだが、その設計にはクニベリティ案の影響が大きく見られると一般には言われる。その理由として、ガングート級とイタリア発の土級戦艦、ダンテ・アリビエーリ級には、 非常に多くの類似性があることが指摘される。露海軍は、引き続き土球戦艦、インペラトリッツァマリーヤ級及び、インペラ通りニコライ一世級、超土球戦艦クラスの14インチ砲を採用した、巡洋戦艦、ボロギノ級の建造に着するのだが、これらはすべてガングートの基本設計プランの域を出ず、全級の不具合を、 次級に持ち越す上に、さらなる問題点を生み出すレベルのものであった。ロシアは、全土球戦艦の時でもそれを行い、原設計を出したフランスに責任を押し付けている。すなわち、ロシア帝国海軍の土球戦艦は、イタリアの国ベリティ式の流れを組むものと言われる、ゆえになったのである。しかし、各国の官邸研究者たちがこの時の設計案を見分した上で、 この定説を留布しているとは考えにくい。ガングート級の春光寺と断定ありイリー級を比較するとという外見的特徴の共通点が最も目を引き、それ以上の思考的発展性を欠いてしまいやすい。しかし、この2000巻には見逃すことのできない際がある。それは環境や機関部の配置である。ガングート級は平らかん型の船体に艦守から 前向きの一番三連装手法と、環境、棒マスト型の主将、第一煙突、後ろ向きの二番手法と、第二煙突、前向きの三番手法と、クレーン、棒マスト型のミズン、後ろ向きの四番手法との順で配置されている。それに対し、ダンテアリぎーリ球は、昇格構造の監首から第一簡板に、前向きの一番三連手法と、 箱型環境、日本煙突に組み込まれた棒マスト型の、ヌッショー、一段分甲板が下がって、前向きの2番手法等と3番手法等、日本煙突に、組み込まれた棒マスト型の水、後ろ向きに配した4番手法等の順に配置される。複砲は、前者がすべてケースメイト配置、後者が、連想砲塔4基ケースメイト配置の混合である。 こうしてみると、波が穏やかで暗礁の多いバルト海で使うために、両波性を考慮するよりも、喫水を浅くしている前者と、必要ならば、対応に繰り出せるようしのげなみ性を確保するために、監視看板を持ち上多分、喫水が深くなるのをこらえた校舎との違いが見える。ちなみに、前者の思想は、同世代のドイツ路級戦艦、ナッソ級、ヘルゴラント級にも見られる。では、 ガングルート級のモデルとなった国はどこであろうか。ここで、先日のブロームーンとフォスシャーンを説明する。最終選考に残った627カヤは、朝鮮首脳型の戦隊に、第1艦ンパンに、前向きの1番3連装手法と、環境、ヌッショウ、第1煙突、後ろ向きの2番手法と、第2煙突、後ろ向きに配した3番手法と、ミズン、 後ろ向きの4番手砲塔、1段下がった、後部甲板の順である。こうしてみると、3番手砲塔の配置以外は驚くほど、ガングート級とキュートの類似点が見つかる。合わせて、国ベリッティ造船士官の案も説明する。第1甲板に前向きに1番、2番3、連装手砲塔を前向きに、並列に2機、環境、ヌッショー、1段下がって、第2甲板から3番、 4番手砲塔を前向きに、並列に2機、第2煙突、4番、5番手砲塔を後ろ向きに配した、背負い式配置に2機の、3連装砲塔6機計18門2万2千トン戦艦を提出していたのである。わずか2万2千トンの戦隊に18門もの手砲を装備した戦艦は、カタログデータ的には、魅力的だが、実用性に問題があるために却下されたと言われている。以上。 これが、欧州で知られている、ガングーとゲガンにまつわる、最も新しい研究データである。本級の船体形状は前述の通りに、平ら乾板型船体で、本級から艦首に、昇格、ラムを装備するのを廃止し、代わりに、砕氷型艦首形状となった。艦首甲板上に新設計の、1907年型 30.5cm、52、 後継砲を三連装砲塔に収め一機、司令塔を組み込んだ露天式の環境、短脚式の全部マスと二本煙突の間に後ろ向きの二番手砲塔を一機配置。二番煙突の背後に前向きの三番手砲塔を一機配置した。三番手砲塔と後部マスとの間には関西艇が並べられ、原則に設けられたクレーンが片元一機、計二機で運用された。 後部看板上に、後部見張り小基部に立つ、短脚式の後部マストがあり、後部マストを挟んで、完備側に、後ろ向きの4番手砲塔1機が配置された。副砲として12センチメートル炭装砲が、原則ケースート、砲角配置で、各手砲塔の原則部の4箇所に張り出し、スポンソンを設けて1箇所あたりに1機ずつ配置され、片原8機計16機が配置された。 この時代の大型艦には、対艦攻撃用の魚雷発射艦が装備されており、本級にも45.7センチメートル、魚雷発射艦が、水戦下に4本が設けてあった。艦尾の水戦下には、楕円形の舵が前後に、計2枚あり、主だと副舵が、守備線上に直列に並ぶという同時期の、ドイツ海軍の巡洋戦艦にも見られる、舵配置方式を採用していた。これは、 艦尾の幅が狭いために2枚の舵を並列配置することができなかったためである。この武装配置により、艦首、艦尾方向に最大で 30.5cm 方3門 12cm 方4門、原則方向に最大で 30.5cm 方12門 12cm 方8門 45.7cm、魚雷発射艦2門が施行できた。 収益後の1916年から1917年にかけて、近接火器の4 7トル気泡4機を撤去し、ガングーとペトルバブロフスクは 6.5cm38 後傾広角砲を単素砲牙で2機を搭載した。セバストポリ・ポルタワは加盟7 5トル5 0後傾広角砲を単素砲牙で2機、イギリス製の ビッカース 4cm39 口径ポンポン砲を単装砲がで1機と異なる武装を搭載したが、これらは1920年代に1914年型 7.6cm30 口径広角砲に、更新、単装砲がで1番4番四砲等に3機ずつ、計6機を搭載した。このうち、 セバストオポリノミ1928年10月から1929年5月にかけての改装で監視形状を波切りの良いクリッパー型監視に改めて全長は184.9メートルと長くなったこの時に倍延の逆流を防ぐために環境後部の一番煙突を延長し先端を斜め後部に向けて湾曲させた1930年に セバストーポリは3番手法登場にハインケル式旋回型型パトを設置して水蒸気一機を運用した。三隻が艦姿を一変させるのは1920年代後半から1930年代後半にかけて行われた第二次近代化改装の時であった。まず、マラート9、セバストーポリが1928年から1931年5月にかけて行われ。 続いて、オクチャブルスカヤ・レボルチャ、旧ガングートが1931年9月から1934年8月に、最後に、パリジスカヤ・コンムナ、旧セバストオポリが1933年11月から1938年1月に、実施された。階層の外観上の変更点では、セバストオポリでの運用実績により、 干守形状は前方に強く傾斜したクリッパーバウに改めて外洋高校時のしのげなみ性を高めると共に干守から一番主砲等基部まで甲板を一段分かさ上げして軽くしや傾斜がつけてしのげなみ性を改善したこの時に秒差穴の位置を既存のものを使用したため奇妙な外見となったなおセバストポーリのみ水仙下にバルジを追加したために 艦幅が5.4メートル広くなった。簡素な露天式の環境構造は、円柱状のマストを組み込んだ2階建ての半密閉型環境に改装された。他国の旧式戦艦の改装でも、環境構造の大型化ら離されたが、本級は、艦艦上を主方と4基に占められていたため、環境スペースを増やすには上へ上へと多層化せざるを得ず、日本海軍のちょうど級戦艦に用いられた。 パゴダマストのごとき形状を呈することになった。頂上部には、新開発の即挙技と射撃砲、イバンが設置された。環境の背後の一番煙突は、倍煙の逆流を防ぐために斜め45度後方に延長された。環境と湾曲煙突の隙間は無駄にせず見張り所が設けられた。機関は、武装面においては、手砲塔が改造されて行革が40度の引き上げられて、 遠距離砲線に対応できるようになり、対空装備として、7.62センチメートル、55、後継広角砲を棒立てをかぶせて、単装砲画で、手砲等天外上に基づつ、計6機配置した。第1煙突から、後部の2番手砲等、第2煙突、前向きの3番手砲等までの武装配置は、春光寺と大差ないが、3番手砲等の後部に、設けられた。 関西堤置き場を廃止し、その位置に、後部マストと後部環境を新設した。関西堤は、後部環境の左右の原則甲板上に積まれ、一部は三番手法等の上に並べられた。その運用は、後部マストを基部とするクレーンが、片原一基ずつ、計二基で運用された。この改造で、満載排水量は2万6千トン台にまで増大した。 第二次世界大戦時の1941年に航空兵装はすべて撤去された。1941年9月にドイツ軍の攻撃により艦首が断裂したマラートは10月31日に応急処置が完了した。これにより全長は127メートルまで短くなり、排水量は約19,500トンとなり、乗員数は350名に減少した。 1944年に、セバストポリは、イギリス製の281型レーダーを装備し、その後290型、291型対空レーダーを装備していた。これと前後して、ガングートも前後のマスト上に281型レーダー、285レーダー、SG レーダーを装備した。本級の手法は、新開発の 1907年型 30.5cm52 後継砲を採用している。これを新設計の3連装砲塔に収めた。その性能は重量 470.9kg の手砲弾を最大行角20度で射距離 23,230m まで届かせることができる性能で射距離 9,140m で 原則走行 352mm を、車距離 18,290m で 207mm を貫通できる性能であった。方針の行角は25度、深く5度で、動力は蒸気機関による水圧駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は1番4番手砲塔が左右155度、2番3番手砲塔は、 左右150度の旋回角が可能であったが前を、感情構造物に挟まれているために異に制限があった。装填機構は自由角度装填で、行角15度から深く5度の間で装填でき、発射速度は、春行時は、毎分1.8発であった。WW15 の近代化階層により、方針の上下角度は、最大行角は40度まで引き上げられ、 これに伴い最大射程は28,710メートルまで伸ばされた。また、気力装填装置の改良で、装填角度は、行角6度の固定角装填になった代わりに、発射速度が上がり毎分2.2発の発射が可能となった。全球の複法は20.3センチメートル法を採用していたが、本級の複法は速射性を重視して、 1905年型 12cm50 口径速射砲を採用した。それは重量 28.97kg の砲弾を最大行角20度で射距離 13,718m まで届かせることができる性能を持っていた。発射速度は毎分7発、行角は20度、深く10度で動力は人力を必要とした。砲側、 露店では360度の旋回角度を持っていたが、実際は減速配置のために回は制限があった。その他に、耐水雷艇迎撃用に、フランスのオチキス社からライセンス生産した、1883年型 4.7cm43.5 口径速射砲を単装砲画で4機装備した。 対艦攻撃用に 45.7cm 水中魚雷発射艦を単装で4機を装備した。WW15 の近代化階層により、対空火器が追加され、1935年型 7.62cm55 後継降格砲を採用した。その性能は、重量 11.5kg の砲弾を最大行角85度で、 最大車高8970メートルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分15から18発、行角は85度、深く5度で動力は人力を必要とした。車体は露天では360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物によ車体は制限があった。これを棒立てのついた単装砲画で一番。 4番手法登場に3機ずつの計6機配置した。他に近接対空に落ちキス車の 13.2mm76 後継機関銃を4連装砲がで6機と単装砲がで12機を搭載したが、さらに1942年に全部環境と後部環境の上部に1942型 4.5cm68 後継機関砲を 単装砲がで3機ずつ、計6機を増設した。これら対空火器の光景は、同時期の列強海軍に比べて、若干、光景が小さく感じられるが、これは、霧の立ち込めるバルト海では、航空機は航空を飛べないのでこの程度で、十分と、ソ連海軍では考えられていたためである。なお、機銃等は艦により、搭載数がまちまちで、詳しい数は不明である。本級の機関は、 ヤーロー式石炭、重油混焼水管管二25機とパーソンズ式、直結型タービンを高速タービン一機と低速タービン一機ずつを一組として二組四軸を組み合わせ、最大出力四万二千馬力、速力二十三点四ノットをおやけ試みで発揮した。燃料タンクは石炭千トンと重油1百七十トンを搭載し、速力十六ノットで四千0 0回 もしくは10ノットで5000回離を航行できると計算され、バルト海や国海で行動するに十分な航続性能を持っていた。本級の機関配置は、船体内に等間隔に配置された4機の手法等の弾薬庫の間に詰め込んだため、変形した、肝質、機関配置となっている。艦臭から記述すると1番手法等と2番手法等の 間にある環境直下に一番ボイラー室が配置して一番煙突が立つ。二番手砲塔と三番手砲塔の間に二番ボイラー室が配置されて二番煙突が立つ。三番手砲塔と四番手砲塔の間にタービン室が設けられ、高速型一機と低速型一機を一組として、計二組四機を並列配置で配置した。弾薬庫と機関室が隣接する配置は当時は、 本級だけに限らないが、生存性の点で危険な設計であった。実際の戦闘において、本級、ペトルパブロフスク、マラートは、第二次世界大戦独ソ戦中の1941年9月23日に、ハンス・ウルリヒルデル、ハンス、ウルリヒルドル大佐の操縦するドイツ空軍基地87の落とした一トン爆弾を環境機部に受けた。 主パンを難なく貫いた爆弾は一番ボイラー室で炸裂し、船体を切断するほどのダメージを与えて大破させた。幸い、破砕箇所は二番四方灯弾薬庫の手前であったために、水密隔壁への浸水を免れて、大部の船体は助かった。だが、もし被弾箇所が全方向に数メートルずれて、一番四方灯の弾薬庫に爆弾が飛び込んだ場合、 本級の防御強化型である、インペラトリッツァマリーヤ級一番艦、インペラトリッツァマリーヤデッサ主砲等弾薬庫の火災により爆沈している事実からすれば、弾薬庫の誘爆により、水密核壁を吹き飛ばされ、爆沈することも十分に考えられ、本級の機関配置は、危険極まりない配置であった。本級の船体設計は、基本的に全級。 インペラートル・パーベル一世級を土球戦艦のスタイルに改めたものである。日露戦争時の戦艦によって浸水を防ぐべく幻想を少なくする設計を全球から通したために換気能力の低下をもたらし、冬季は保温に優れるが夏場は通風不良によって乗員の体調を損なうという欠陥もそのまま引き継いでしまった。 艦隊の材料に高張力鋼を採用して、船体重量の軽量化を図ったが、初めての採用であったため、船体強度の計算に問題を起こした。このため、建造工事を中断して、設計をやり直し、建造期間が延びる結果となった。この時の設計ミスにより手法制射時には、船体が耐えられなかったと伝えられている。この船体の強度不足は、1920年代の、 近代化改装の時に補強工事を行って改善れた。本級の防御方式は純土級戦艦時代と同じく全体防御方式を採用しており、艦首から完備直前までの水戦部の広範囲にわたって防御された。水戦部の1番手法等から4番手法等の間にかけての117.2メートルの範囲に、末端部は152ミリメートルから、 中央部は最大厚さ2 2 5ト、mm、ルの主装甲が張られ、艦首にかけては1 5 0ト、mm、ルから1 2 5ト、mm、ル1 0 0、mm、トルへと薄くなった。複方ケースメートを含む水線装甲から中間板までの上側の広範囲には1 2 5ト、mm、ル装甲が張られて防御され、艦首と艦尾部は7 5ト、mm、ル装甲で守られていた。原則から 内部の重角壁にも断片防御として 38mm から 51mm の装甲が貼られた。原則水線下の水密角壁には最大で 38mm 装甲が貼られて防御された。水密区画は2層式で、そのうち1層はそのまま官邸部の二重艇にまで伸ばされていた。複方形スメート部は 125mm 装甲だが、 複方の基部の棒立ては 75mm であった。艦板の防御は、最上艦板が 12mm、その下の中艦板が 25mm で、主艦板は水平部が 25mm で、原則走行と接続する傾斜部は 50mm であった。艦板上の司令塔は最大圧 250mm 走行が、側面に張られ、天外部は 100mm 走行であった。 煙突の基部は 22mm の走行で防御されていた。主砲塔は前立てと側面部が 203mm、天外部は 76mm であった。その主砲塔を支えるバーベット部の走行圧は、甲板上は 203mm で甲板から、下は 150mm から 75mm へとテーパーした。これは同世代の土球戦艦、ドレットノートの 主砲前立てと原則走行が2 7 9ト、mm、ルであることを考慮すれば防御力不足であった。数々の右翼曲折を経て設計が決まったガングー途中であるが、前述の戦隊設計のミスにより建造が大幅に遅れ、過労うじて第一次世界大戦中に完成したものの、ほとんど行動できず、さらに戦後のロシア革命により艦名は様々に変更された。 このうち、ポルタワは、ペトログラード付近で、船内火災により大破し、沈没を防ぐためにネバ川の川もに座礁させられた。あとは、1925年に使える兵装や部品を、取り外して船体は放置された状態で、1926年に、ミハイルフルンゼと、改名、1928年に復旧工事が、開始されたが、父として進まず、 結局は1950年代に解体された。他3隻は予算や人員の都合から放置されたために、連度の低い海軍の運用による損害を免れて1922年のソビエト海軍発足時まで生き残った。稼働状態にあった3隻は1924から26年にかけて整備を兼ねた第一次近代化改装を行った後に再収益した。 ペトロパブルフスクは1937年5月10日から6月5日にイギリスで行われたジョージ六世大艦記念館艦式にソ連海軍代表として参列した。第二次世界大戦開始時にはガングーとペトロパブルフスクはバルト海でセバストーポリは黒海でドイツ軍と戦ったが基本的に沿岸海軍だったソビエト海軍は艦隊戦などを行う技はなく 艦砲射撃などの大地支援任務が主であった。なお、ペトロパブルフスクは、艦名がマラートであった頃の1941年9月に、爆撃を受けて艦首から割れて、大破着艇したが、後に、艦工部のみ不要、修理されて、砲術練習官となって、会場砲台として、対戦中を戦った。対戦を生き残った残り2隻を含む3隻は、 練習艦に類別されて1950年代まで使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。